敵か味方か、狂気を称えた暗い瞳、来訪者、凶霊の目的4つの可能性を考察。皆さんこんにちは。宮司のコーランです。今回は、来訪者、凶霊の目的4つの可能性について考察していきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。なお、こちら本誌ネタですので、単行本派の方はご注意くださいね。圧倒的多数の長兵に囲まれた美兵隊を救い、ビブの猛威を見せつけた来訪者凶霊。美兵を飛信隊のものと確認した後、教会に合わせるよう要求していましたが、わざわざ私有の一族である彼女が里を降り、教会に会いたがる理由は何なのでしょうか。過去の描写から、ありえそうな凶霊の目的を、4つの可能性として考察してみました。投稿後3時間以内のコメントは、一部を除き全返信させてもらいますので、あなたのご意見、ご感想などを、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。もし面白いと思ったら、動画下から、チャンネル登録と高評価をお願いします。1、可能性1、粛清。まず、凶霊の目的を単純に考えた場合、最も可能性が高いのが、粛清ではないでしょうか。忘れてしまいがちですが、教会の立場は、本来一族からすれば裏切り者です。天将の剣で怒り心頭になった教会は、重役と思われる長の一人の腕を切り落とし、機体の敗者は、一人残らず無黒になるという掟を拒絶して、後を出奔しており、比喩の一族の者たちからすれば、和うことなき裏切り者でしかありません。また、不正規の形とはいえ、重要儀式の際で聖出された、全比喩である幽霊を始末しており、教会が、比喩の一族に与えた被害は、起きてなしでも命を狙われる理由としては十分です。これまでは幽霊の死は確認できなかったからか、不死人、一族からの資格は現れませんでしたが、幽霊の死は確定した現在では、むしろ資格が来ない方が不思議なくらいです。この一族からの資格として、凶霊は選ばれ、今回戦場に現れたのではないでしょうか。教会が瞑想中に見た迫り来る影とも、髪型を含めてシルエットは合致しますので、迫り来る脅威の予知という解釈で考えれば、自然な流れなのではないでしょうか。ただその場合、気になってくるのが、教会と凶霊の関係性です。これまでの巻末漫画での描写を見ると、一族を抜けた後も、関係は険悪ではなく、未だにふざけ合う、仲のいい姉妹とも言える、微笑ましいやりとりをしていました。にもかかわらず、今回の凶霊の雰囲気や言動は、親愛よりも、憎しみに近い感情が読み取れます。もしかしたら、現在の凶霊は、仲のいい姉妹だった凶式を際で失った悲しみの元凶として、幽霊を撃った凶会は、すべて悪いと認識しているのかもしれませんね。少なくとも、裏切り者を許したくない要素たちは、こうした考えを凶霊にすり込むはず。因果関係を見れば誤解でないところも、凶会からすれば辛いところでしょう。次回、凶会と再会を果たすとするのであれば、このわだかまりが解消できるのかどうかで、二人の運命は大きく変わってきそうですね。そこからの、凶霊の飛信隊参加を期待するコメントも多いですが、その可能性については、次の動画で考察していきますね。2、可能性2、回復支援。あるいは、凶霊の言動とは裏腹に、思いのほか彼女が友好的だった場合、伏している彼女の回復を手助けするために、後から降りてきたという可能性もあるかも。現在、教会は、自身を死ぬ淵から蘇らせるために、一族の禁術を用い、反動で寝込み続けています。教会は本来の使用方法を逸脱して、魂の全てを捧げてしまったがゆえに、今の窮状へと陥ってしまってはいますが、本来の禁術使用の条件は、寿命の半分であり、使用すると即、死に至る術ではありません。とはいえ、寿命が半減して、弱体化した者のために、完全にではないにせよ、活動に支障ない程度に回復させる術があってもおかしくありません。ちなみに、最初の風景戦の後に教会は、元来真面目でなかったと言っていましたよね。そのため本来は、セットの回復術と禁術を、禁術しか覚えていなかったのかもしれません。そのもう片割れとなる回復術を教王座から託され、凶霊が駆けつけた可能性もあるのでは。ちなみに、可能性1で挙げた、裏切り者の件ですが、教族の王座だけは、直接的な手助けこそしなくとも、幽霊探索のために、協力者を紹介したり、直接会った時にも、生還を決め込んでいました。そのため、他の王座には内密にして、教会に助け舟を出す、
可能性はあるでしょう。なぜ近日の仕様を知っているのかというところが最大の焦点になりますが、近日仕様中に現れた幽霊の姿をした者が本人ではなく私有一族の紙面だとすれば、里の王者たちが何者かの近日の仕様を感じられるくらいできても不思議ではありません。ちょっとファンタジー色が強いですが、これが協会の早期復帰につながるかもですね。3可能性3護衛、あるいは意外に面白いと思える可能性として、他の四国からの護衛目的なのかもしれません。可能性1で挙げたように、協会は私有の一族から狙われるはずの立場です。そして幽霊の死の発覚によって協会に資格が迫る危険性はぐっと高まったはず。特に幽霊を失い一族の戦士たちの多くを一気に消された幽族の王者としては、何としてでも協会を打ちたいところでしょう。そういった私有一族の事情を陰ながら協会に助力していた強王者が、協霊を通じて知らせ、必要であれば協霊に陰ながら護衛させようと考えたのかも。この場合協会が近術による弱体化の最中だとは強王様強霊も知らないという可能性も高いと考えられます。それゆえに入っ走りのようなことをさせられ不満を抱いていたために、想像した義兵に対して協会のことを改名と呼ばずに呼び捨てにしたのかも。4可能性4雇用、最後に意外とあり得るかなというのが真にある私有の雇用ですね。遡ること呂不韋による聖の暗殺未遂事件の際、協会は現私有という触れ込みで主教ら複数の暗殺一族らと共に呂不韋に雇われ聖の暗殺を企てたことがありましたよね。このことからもわかるように、秦は国として私有の存在を認識しており、必要とあらば雇い入れることもあるわけです。この説を補強する材料となるのが、強霊は登場からここまでで倒した兵士が判明している限り徴兵のみであり、真の塗りになる動きばかりしていることですね。合唱軍の際には獅子が主教らの軍事転用を戦場で暗殺者は使えないと一蹴しましたが、5000人将にまで至り美人の右腕として活躍する協会の姿を見れば考えも変わるでしょう。王の暗殺に使用しなければ戦国の禁忌にも触れるわけでもないですし、停滞する隊長戦線の打開策の一つとして上層部が私有を雇用したのかもしれません。その場合はやはり祭が実施されており、強霊が現私有ということになりますが、影の一件もありますし、この場合であっても強霊は祭の悲劇の元凶を協会と捉えており、依頼された認知に配属されている協会に怒りをぶつけるつもりなのかもしれません。ここまで4つの可能性を挙げてみましたが、そうだと思える説はあったでしょうか。もしよかったら自分はどれだと思ったか、あるいは第5の可能性としてこれがありそうだという考えなどがあれば、ぜひコメント欄で教えてくださいね。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。本日はここまでです。ぜひチャンネル登録高評価をお願いします。もしリクエストがありましたらコメントやツイッターで教えてください。以上、宮司のコーランでした。またね。